根幹だのためのトレーニングです。初めて一滴を見てます。血尿が昨日出たと思ったんですね。一昨日この4000メートルやったら、昨日血尿になったんです。血尿が出たと思ったら血尿ではなくて多分痔でした。なんで今日普通にやってます。見てください、この今10キロで、ここが4500で、手にはこちらパルスメーターをつけて、おそらく行くであろう、これカメラを行く時の装備をカメラをぶら下げまくって歩いてます。1時間ぐらい歩きます。65に下がりました。これですね、なんだっけ、平地では90切ったらもうすぐ救急車って言われてますね。90切ったらで、上は血圧で、こういうところは6割かな、酸素6割なので、このぐらいはしょうがないですね。頭のフラフラ感とか、いろいろとどんな状況に自分がなるのかっていうのを、今明けましておめでとう、いろいろとこちらの高所トレーニングで見ます。わざとだからこちらを、上げなかったり、呼吸をして上げたりします。この一滴見たことなかったんですけど、面白いですね。60切るとピッコンピッコン言うんですよね、これ。今4800、58ですよ、これ。日常生活で58だったらすぐ入院？今4800、もうちょっとで5000。いやー、でもこの感覚の技術っていうのはすごいですね。今こうやって頭がクラクラするんですけど、こういうのを先に知っとくってことは、いいですね。水分補給がより苦しめる。ああ、井本さんはやっぱすごいよな。やばい、56、57、上げましょうか。59、60。どのぐらいまでで行動してていいのかが分かんないですね。あまりにもやると倒れるのか、頭が異常をきたすのか、なんだっけ、ボクサーのドランカーみたいな身をどんどん削っているのか、もうね、そんなに人生何回もいかないんで。コンカグア、エベレスト、マッキンリー、ヴィンソン・マッシュ、あと何だっけ、キリマンジャロ、ぐらいですね。まあ、マナスも行くかぐらいでね、ちょっと自分の、細胞っていうのはね、人にはいっぱいあって、人が使ってない力がたくさんあるっていうんで、その分も使い切っていきたいんですけどね。呼吸をすればすぐ上がるんですけど、あまりにも上げすぎても、90ぐらいまでいくんですけどね、上げすぎてもこの上下差で体に負担がかかるっていうんで、どのぐらいで止めとくかがちょっとよくわかんないです。70ぐらいで止めといた方がいいのかな。50台、まあ50切っちゃうと危ないっていうんで、何にもしないと60、50ぐらいいっちゃうんですよね、自分の場合。まだ4800ぐらいなんですけど、こういう呼吸をすればすぐ上がるんですけどね。どこまで上げたらいいんだろう。それぐらいだな。右っ腹が痛い。これ血尿じゃないといいんだけど。今日これ今1時間半終わってトイレ行って分かりますね。間違いなく人に体に負荷はかかってるみたいなんで、
いやしかし、島津さんすげえわ。52、53。なんか、こう見えて辛いんす。5000でもダメか。なんて弱いんだ、自分。あっち妹さんたちが6000ぐらいを必死にこの過酷な状況でやってんのに、自分はたったの10キロで足にも重りないのに。92まで戻ってます。日常の高度。すごい。頭がクラクラする。山本さんです。休憩中。80まで戻った。あんまり上げなくていいのかな。もしかすると。いや本当、血尿じゃなくてよかった。それだけです。あと炭水化物食べたいな。チョコも食べたいし、ケーキも食べたい。6000メートルのところでパフェとか食べたいっすよね。シュークリームかな。本当は自分めちゃめちゃ甘いもの好きだし、めちゃめちゃご飯好きなんですけど、糖質制限っていうわけじゃないですけど、良くないっていうんで控えてるんですよね。本当食べるんですよね。富士山行った時におにぎり10個持ってきましたからね。ただの富士山って全部食べきってますし、いやー今回どうしよっかな。炭水化物制限するか、ガンガン食べてしまうか。あそこにも行動食ドーナツとかいろいろ書いてありますからね。カントリーマームとか。カントリーマームって大好きなんですけどね、食べてないけど1年以上。今5000で踏み台昇降、1キロの重りをつけて、後ろは10キロ。まあそのぐらいは絶対あるんだよね。5000メートル、ただの上り下りなんですけど、脈が上がってる。あと45分。あれ減ってくるわけですよ。いや違う、高所のせいかも。減ってた、フラフラする。54、132。ただこれ登ってるだけなんですけどね。 5000m で10キロで重り2キロ、やっぱり弱いな自分。54。そう、必ず前へ、一歩一歩前へ。どんなことがあってもそれが登山の鉄則らしいんですけど、前へやり続けるってしんどいっすよ。発見したんですけど、今一滴を見て笑ったんですよね。笑ったら一気に75。なんだろうな、これ精神がかかってくるのかな。笑ったら6000じゃない、5000。5000ぐらいがめっちゃ辛い。やっぱりエルブルースで辛かったのは本当だった。クラクラする。頭が、ここが痛い。いってクラクラするし、今宣伝でビールのことやってたんですけど、ビール飲みたいし腹減ったし、炭水化物抜くのやめようかな。地上では抜くけど、この踏み台昇降が思った以上につらい。鼻めて
これ5000メートルで高山病の症状、16階へ行ったエキスパートの人が5000でシェルパダウンだって。16階エベレスト行ってんのにそういうことがあるんですね。どうしたらいいんだ。よいしょよいしょ、父さんはやっぱり嫌いなのか。よいしょよいしょ、頭痛い。56、45、50、56。気持ちいいな、でも。まあ、地上だからなんですけど。頭がポワーンとする。60、終わった。68、69。ちょっと、わかんないですね。私、麻薬とかやったことないんで、こういう表情なんだ。ちょっとハイになってくる。78になってくる。79。やっぱり精神が重要なんだな、これ、山登りっていうのは。疲れてるやつだね、これ。でも、すんごい気持ちいい。多分、そんじょそころの酒飲んでる程度の気持ちよさじゃないですね、これ。ああ、吐き気。ああ。おお。5000なのに1時間ウォーキングしてます。5000で今酸素濃度をねすごくチェックしてるんです。心拍数、上心拍、あと5分、最後追い込みましょう。あと3分。うぅ、ちょっとだけ休んで。ここからちょっと戻すまで。心拍が170、40。あ、戻ってきた。61。ありがとうございます。じゃあちょっと止めます。64、70ぐらいだと調子いいですね。そうですね。40ぐらいいっちゃうともうダメだ。80、止まったら80に戻るようになった。普通に